エスファルスルルのゼネラルマネラマーージャーに就任したソリマチさんは現在60歳清水東高校出身で横浜フリューゲルスなどでプレーし引退後は監督として松本山雅や北京オリンピック日本代表などを指揮し2020年からは日本サッカー協会の技術委員長として日本代表の強化に励んできました。 今日の就任会見で反町さんは。これまでの経験を生かし。強いエスパルスを作り上げると。意気込みを語りました。強いエスパルスを。作り上げることが、まあ、私の大きなミッションかなというふうに思っています。チームバランスも含めて、今後、まあ、何人か獲得する可能性もありますし。何人か下からこう押し上げる選手もいるかもしれませんけれども。そうしたことも監督と相談しながら。あ。 盤石な体制を作っていければなというふうには考えております現在、リーグ4連勝中で J2 首位をキープしているエスパルスクラブ一丸となって J1 復帰を目指します